クルルは、長野市周辺の路線バスで利用できる、非接触型 IC カード方式による乗車カード。長野市公共交通活性化、再生協議会が商標を管理している。2012年10月27日に、アルピコ交通、超電バスの長野市内発着路線及びグルリン号で運用が始まった。その後、順次周辺市町村に利用範囲を拡大し、 2018年時点で、長野市、須坂市、上見野地郡飯綱町、同郡小川村、上高井郡高山村の西一町に村で利用できる。名称は公募されたもので、公安車は、やってくるすべてのバスに乗車できることから考えたと説明している。タッチゴーの動き長野市、上見野地郡飯綱町、同郡小川村、上高井郡高山村が、 70歳以上の住民に発行する福祉乗車証。各市町村共通の事項は以下の通り。長野市、お出かけ、パスポート、飯綱町、飯綱で歩き、バスカード、小川村、豆って、バスカード、高山村、ふれあいパスポート以下の通り、長野市、須坂市、飯綱町、高山村の一般バス路線すべてと小川村の一部路線で利用できる。 現時点では、長野電鉄などの電車での利用はできない。また、スイカなど他の IC カードとの相互利用もできない。なお、和志ざわ正一長野市長は、市営バス、乗り合いタクシーや、買い物、公共施設などでも利用できるようにすることを目指す、胸押し広報で述べている。クルルの SF 機能で運賃を支払うと、支払額に対して以下の割合で、ポイントが付与される。 ポイントは1ヶ月分が翌月5日に確定される。確定ポイントは取扱い窓口で還元処理を受けると1ポイントイコール1円として残額に加算され運賃に充当できるようになる。なお、2015年の全工事5開長期間中には、土、日宿日に通常の倍の50%のポイントが付与された。一路線目の下車から90分以内に次のバスに、 乗り継ぐと乗り継ぎ先のバスの運賃から50円が自動で割引かれる。従来から継続する制度。通勤定期券所持者についてと休日に定期区間外を利用すると車局を問わず一乗車100円となる。クルル導入によりタッチするだけで自動処理されるようになった。なお、クルル導入前と異なり家族割引機はなく本人の未対象となる。十九 75級など一部路線、区間は対象外。須坂市民バスに限り、10時16時の間に利用すると50円が自動で割り引かれる。ありがとうございます。